つむぎありは、8目、アリ科に分類されるありの一種である。体長は7から12ミリメートルほどで、薄茶色。死が長い。樹上に葉を丸めてくっつけた巣を作る。働きアリたちが協力して葉はごと後足で寄せ集め、別の働きアリが体裁で加えて持ってきたつむぎありの幼虫に糸で、この葉同士をくっつける。これを繰り返すことによって、 直径15から20センチメートルほどの巣を作る。非常にネームをかつ攻撃的な性格で、自分の体の大きさの何倍もある昆虫、時にはトカゲなども捕まえて、団体で巣に持ち帰る。ヤマアリアカの他のアリと同様に毒船でギ酸を、主成分とする毒を分泌し、外敵や獲物を攻撃するときに、微ンから紛失する。この攻撃行動は非常に荒烈で、 巣を誤って叩いてしまうと、多数のつむぎありが出てきて、大顎での噛みつきと相まって非常に痛い。中国南部、南アジア、オーストラリアなどに分布する。タイ東北 V サーンの市場で売られる、幼虫東南アジア諸国及び中国、インドで伝統療法の薬として用いられる。タイでは、東北地方を中心に食用として、女王あり働きあり、幼虫、 卵ともども利用される。21世紀に入っても食材としての需要が伸びており、1kg あたり100から200バーツ程度で小売りされている。これは現地の食肉の価格と比べてもやや高い。採取時期は万頭から春。オーストラリアでは水に混ぜて飲まれる。儀産により味はレモンのような酸味があるが、そのような味である理由は分かっていない。ありがとうございます。